12頭のゲートインが終わりました係が離れます。 スタートしましたごめんねロ郎がいいスタートを切りましたヌーベルソウルも間から好スタートしかし促しながら10番のポッドデューク先手を奪うように上がっていきました2番手には7番のヌーベルソウルがつけていますさあ外から一気にメルキオル3番手から2番手へと接近連れて上がっていったモンテディアーナですこの圏内には外からごめんねロ郎内から2番のネーベ・フレスカ外は6番のラプラーニュその直後1番のアーリントン・ロー11番の KIV3 と追走ですその後方からは3番のアルマリアルトがいて後方の2頭ですが 内4番ヤングソルジャー外は5番のロードバルカンですさあ各馬が内回りの第3コーナーをカーブするところです先行争いからポッドデュークが逃げる展開リードは体半分2番手には9番のメルキオルがつけています3番手の112番のゴメンネジロー 3、4コーナー中間にかかります外からはラ・プラーニュが今4番手の位置ですそしてその後方からうち7番のウベルソール外は8番のモンテディアなナと好位固まっておりますさらに外からは1番のアーリントン・ローもこれに加わろうとしていますさあ先端固まったまま残り400を通過第4コーナーカーブから直線構成と向かってまいりましたごめんねジローポッドデューク間メルキオル食い下がって大外からは1番のアーリントン・ローが足を伸ばし始めたさあごめんねジ郎間からはモンテディアーナモンテディアーナ先頭ですが今度は外から 変わったラプラーニュが先頭と変わったラプラーニュが先頭と変わった内から8番のモンテディアーナが接近外から1番のアーリントンローも接近して合輪前はもつれましたラプラーニュに最後の最後1番アーリントンローをよく詰めておりますがどうか6番のラプラーニュがアーリントンローの追撃を振り切ったかどうかというところです